水戸神社は、京都府常用市寺田見戸坂に鎮座する神社である。大鳥の巣山のふもとにある。式内商社で、旧社格は、府社。旧寺田村のうぶすながみである。社殿によると、宗氏は、平安時代初期と言われるが、山城国風土器一文に、癖の群水渡しの写真者とあることから、風土器が編纂された奈良時代には存在したと、考えられる。 平安時代前期に成立した演起式には、水戸神社三座と記されている。1873年に、尊社、1882年に、豪社、1907年には、腐社に昇格した。現在は、社格は廃止され、神社本庁に属し、宗教法人水戸神社と称している。国の重要文化財に指定されている本殿は、正面一軒。 側面二軒の一軒車流れ作り。屋根は、ひわだぶきで正面に大きな、千鳥ハフを伏して外観に変化を持たせている。また、後輩の正面中央には、透かし彫りの唐草とササリン道をあしらったカエルマタが、付けられ、簡素にして、優美な建物となっている。胸札によれば、室町時代の1448年混流で、 上陽市内で最も古い建造物である。水戸神社には、京都府登録文化財の、おかげ踊り図絵馬が残っている。絵馬には1830年11月1日に、寺田村北東町の人々が水戸神社に、奉納したおかげ踊りの様子が描かれている。江戸時代に、全国で流行した伊勢神宮への集団参拝、おかげ参りの後によく見られたとされる。 おかげ踊りがこの地でも行われていたことを示している。徴用市では、寺田や青谷近辺で、昭和の初め頃まで行事ごとに踊られていたようである。現在でも、地元のおかげ踊り保存会により復活、伝承され、水戸神社で踊りを奉納している。旧大和街道に接して立つ、一の鳥居昭和41年9月再建校の巣山の、ふもとにある、二の鳥居。 この先の階段の上に本殿が鎮座 JR、常用駅から南へ、約200メートルの場所に、旧大和街道に面して立つ、一の鳥居がある。ここから東へ、大鳥の巣山のふもとにある、二の鳥居を経て、約600メートル先に、水戸神社本殿がある。参道は神社へ向かって、緩い上り坂道になっている。かつて参道にはお茶屋が軒を連ね。 参拝客で賑わっていたと言われている。この参道は大ね市の中心部に位置しているが、参道の両側は松の古木の並木、神社の周りは赤松を交えた椎林で、周辺が宅地化した中で、豊かな自然環境を保持しているとして、水戸神社と参道の松並木が、京都の自然200選に選ばれた。常用史文化芸術振興計画。 PDF ファイル関連ページは、P25,27,50,51,54 など京都府ホームページ、水戸神社と山道の松並木。ありがとうございます。